バイセンシュタットは、ドイツ連邦共和国バイエルン州文ジーデル、イム・フィヒテル・ゲビルゲ軍に属する市。この市は、バルトシュタイン山、ルドルフ・シュタイン山及び、フィヒテル山地の高地を抜けるヘレンパス峠に挟まれたエーゲル川の渓谷に位置する。本市は、公式には21の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。バイセンシュタットは、 1299年に、バイセンキルヒエンとして、初めて文献に登場する。1350年頃、ニュルンベルク城博がこの地を獲得した時に、バイセンシュタットという名が初めて現れる。帰属したアンスバッハバイロイト編境博領は、1791年に、プロイセン王国に属した。その後、4年間のフランスによる統治を経て、1810年に、 バイエルン王国領となった。町の外れに50ヘクタールの広さを持つバイセンシュテッター湖がある。この湖にはどちらの方角からも近づくことができ、多くのレクリエーションを提供している。例えば、ビーチバレーのコートやバスケットボールコート、あるいは様々なウォータースポーツを楽しむことができる。周囲は4 2トルの舗装された湖岸道路となっており、インラインスケートや 散策に最適である。クワパークや素晴らしい景観は、休養やレクリエーションに多くの人を引きつけている。バイセンシュタットは、様々な難易度の山歩きや、サイクリングツアーの出発点でもある。例えば、1053メートルのシュネーベルクに、近く、他にもフィヒテル山地のエーゲル川、ザーレ川、マイン川やナーブ川の水源が、周辺に点在する。 他にも自動車で手軽に楽しめる甲楽地も多くある。例として、ホーエンベルクのドイツ陶器博物館や、ブンジーデルのルイゼンブルクなどを挙げることができる。ありがとうございます。